なんかちょっと軽くなってる気がする。上がってるかな。4500。もう一回測って。はい、4050です。前なら4300。はい。その前が4400。その前が4200。一回増えたんだよね。今日が4050。なんか軽くなった気がする。遅くなってきてますよね。うんちは毎日出ます。はい、普通ので出ます。量もしっかりしてます。まあ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 、はい、でも薬は1日2回飲めてるんですね。はい、からお水はどうです。よく飲んでます。うん、まあまあまあ飲んでます。うん、そうですね。2.1 だもんね。本当はさ、こんなステージ3だからさ、腎臓病床上げたいんだけどね、うん、でも上げると多分ね、水炎出てきちゃうんですよね、うん、そうするとお腹痛くなって、うん、食べにくくなったり、吐いたり、下痢したり、うん、両方ある子の場合はやっぱ水炎優先したご飯になっちゃうんですよ、うん、だけど、あのタンパクもさ、おしっこに出るからさ、うん、腎臓病のステージはね、上がるのが普通より早い状況なんですよ、うん。で、食べムラがある。食べムラありますね。だから気分がいい時と悪い時ってあるんだよね。ちょっと。ん？次に、ちょっと。10月まで早いかな。よかったら、すぐに本当にしたんだ。点滴とかはじゃあ、麻酔かけた時に点滴したぐらいでしたことはないですね。ないですね。まああとはね、定期的に1週間に1回とか2回とか点滴してやるっていうのも一つのこと。まあでも下からって言ったら腎臓が良くなるわけじゃないんだけどね。まあでもとにかく水分をたくさん取ってさ。血液循環を良くしてやるっていうことが治療になってくるんですよね。まあでも、あのお水が1日200とか300とか飲んでくれてるのであればね。まあそうですね、200ぐらいは飲んでる。あとは、あのそのあんまたくさん入れてもちょっと人に負担かかっちゃうけど、入れてますよね、ささみを少し。はいはい、うん、タンパク質をちょっと1割ぐらい足してやることと、野菜も食べてるんだっけ。食べてる。野菜もたまに混ぜてやってます。野菜もあの言った筋肉作りやすい方の野菜ね。あ、緑黄色。そう、人参、かぼちゃ、ブロッコリー、はい、椎茸、はい、そこら辺をどれか一つ入れてもらうと、はい、なんかこの辺の関節のこの辺の毛がなんか薄くなってきたような、ん、そうね、漫才してなんか、皮膚が見えてるっていうか、ここが筋肉がだいぶ、こういうとこの筋肉がだいぶ薄くなってきて、はい、ちょっとじゃあここ見ますね。はい、手袋してるね、いいやつ。これは最後に取り替えたのは今朝です。今日の朝ね、はい、はい、この間そうだよね、一瞬なくなったのかと思ったら潰れてた時だったんだよね。はい、いっぱいパンダが腐ってますね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。よし、
っぱりさ、はい、オープンにしちゃうとさ、はい、すぐペロ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 舐めちゃいます。そうですね、あの包帯の上からでも舐めてますから、うん、じゃあ交差しようか、ちょっとまたちょっと血が滲んでるんで、うん、なかなか普通の皮膚の状態じゃないからね。まあ、血がにじまうときにさ、一回さ、はい、すぐドレッシングしないでさ、はい、開けたらさ、少し30分ぐらい開けといてもらって、はい、様子見立ってください。 あ、 あんまりペルプ舐めるならやっぱり、はい、カバーしてもらった方がいいですよね、はい、あれも飲めない今の時期誕生日なんだけど、何歳なんだっけ、14歳で14歳だもんね。ただちょっとこの体重の減るのが一番嫌だね。ねえ。で、欲しくないね。うん、いいです。じゃあ、出てたことをお願いしますね。はい、はい、じゃあ、ちょっと考えします。ごめんね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 。もうでも私よりも上手じゃないこれ包帯交換するの。上手にやってる。ヘッドロックかけて上手にやってるからだって1日2回やってるわけでしょ。だからなんかすごい ロスなく上手にやってるなと思って。はい、それであとは肛門線やりますね。お尻こっちに、はい、ごめんね、肛門線。肛門線のね、ちょっと前よりも溜まるペースが少なくなってきてる気がする。この1週間で2回ぐらいは出しますね。あ、出てます。はい、今朝もちょろっと。あ、今がこれぐらい。あ、はい、あ、そうか、出してもらってるから少ないのかな。なんか最近少ないなと思って、ちょっとなんとなくコツがつかめてきました。思い切ってやることだな。でまたね、ここのちょっと申し訳ない、痩せちゃったからさ、はい、脂肪が少なくなってるから、はい、絞りやすくなってるんだよ。あ、脂肪が多いと、はい、出しにくい。確かに。それからですね、レンタルかね。はい、ごめんね。いちご味。はい、こちらにしてね。なかなかお口がに酔わんからいいんだよね。これでも口がに酔ってるとすごい早いですよ、進行するのは。ね。これ好きだもんね、こっち。そこが好き？はい、どうぞ。やってください。
色があるんで。ああ、そうか。病気じゃあ薬はまた2週間出してきますね。はい、ありがとうございます。長田さんもうできちゃう薬。ちょっともう一個足したいな薬を。うん、じゃあティモベンタン 2.5mm を5分の5個半。それとウルソ6個、50mm6、その2つね。はい、はい、OK です。じゃあ、体調だい。でこのこのちょっとやつ2回とか。はい、じゃあリンク、はい、ありがとうございます。でちょっと今は5分の1と2.5mm、 5個と2分の1ね。でウルソは6個ね。はい、ありがとうございます。はい、それでねメイク止めて